皆さん、ヤッホーリクチャンネルのあるみです。今日はめっちゃ久しぶりにお父さんと東京デートに行きます。まあ、一番ね、ロミ行きたい場所は原宿、原宿で食べ歩きしたいので、あと渋谷のニューエラっていうブランドの帽子のお店とかもね、麦わらストアとか、その後もねちょっとブラブラねしたいなと思うから、じゃあ早速お父さんとの東京デートスタート。はい、久しぶりの竹下通りです。もうマジ懐かしい。じゃあ最初はちょっとロミがしょっちゅう行ってたピクニック行こうかなと思って、スクイズとかまだあんのかな、ロッキーたち連れてきたかったな。めっちゃ変わってる。ガチャガチャはあのなくなってて、クレーンゲームとか増えてるんだけど、待って、これ欲しい。見て、今流行りのさ、テープボールが作れるんだって。でそれやってみたいんだよね、このテープボール。ガチャガチャ専門店。これさ、やりたいんだけど、2000円分とか。スクイーズとかないのかな。あるある。前くらいはね、やっぱスクイーズなくなっちゃったね。ちょっとしかない。もうここら辺しかないから。これめっちゃ食べたいんだよね。なんかあれだね、海外のお菓子とかめっちゃある。ほら、地球グミもあるし、なんか買おうかな。ちょっと今ダイエット中なんですけど、まあ、せっかく来たからね、買いたいと思います。見て、こっちにもある。お、少量パック300円、1個150円です。皆さん、これと地球グミ、これ400円だから、1個200円。ルミさん、あんま知らないの、海外グミどんくらいとか。1個買います。やっぱ全部海外のお菓子だ。めっちゃ美味しそうなんだけど、大好きロミ、こういうグミ。待って、懐かしい。しかも見て、 40% オフになっちゃってる。カフェダイヌ、懐かしい。で、あとはここもグミですね。わ、このグミも美味しそう。ロミね、グミマジ大好きなの。お菓子の中で一番好きなの。はい、グミ買ってきました。前はピクニック来たらスクイーズしか買ってなかったけど、グミを買いました。今日はちょっとモッシュとかにも行きたいね。ちょ、他のとこも行きます。見て、ペットのお店、ちっちゃいワンちゃんの洋服ばっかり。でも見て、おもちゃある。これリクだったらいけそうじゃない。見て、かわいい。見て、今日もかしたリクだ。かわいい。小型犬用かな。あの家かわいくない。リクにぴったりだよ、あの家は多分。かわいい。これ大型犬を作ってほしくない。こんなかわいい餌入れ。大型犬はないのかな。これならあるよ、スウェットスーツみたいな。マジかわいい。見て、ガチャガチャ専門店できてる。もうね、平日なのにね、人多すぎる。待って、あるよ、多分あの大ジーパイ。ジーパイ一つ、ありがとうございます。やっと1時間待ったよ。いただきます。アフハ、うまっ。はい、皆さん、もう食べ終わりました。もしを発見もしを発見したので、もしに行ってみたいと思います。やばい、入るのは3年ぶりくらい。行ってきます。超気持ちいい。ほぼほぼ見たことないスクイーズ、もう新しくなってて。見て、パンケーキ、やっぱりね、サンプルがね置いてあってね、いいですね。ドラゴン、かわいい。ハムスターとかかわいいんだけど、ほら、めっちゃ気持ちいい。アップルパイ、すごい、初めて見た。気持ちいい。I love you. すっごい懐かしかったです。よし、じゃあ次行こう。うわ、美味しそう、美味しそう。待って、ここ2階だって。なんかフードコートみたいになってる。最高じゃない、ロミの大好きなチョコチュロスにオレオでアイスです。最高の組み合わせ。食べ歩きなんでね。じゃあ、いただきます。
高。うま。海が行ったフードコート、なんかね、あのメイクコーナーみたいな場所あって、アイロンとかも置いてあって、びっくりした、すごいね。チキンパン、はい、念願の10円パン見て超リアルじゃない。じゃじゃじゃん、すごっ。では、いただきます。え、うまっ。うん、めっちゃうまい。やばくない。はい、じゃあ皆さん10円パン食べ終わったんで、しなこちゃんのね、お店のうんちアイスを食べに行きます。多分今日いないと思うんだけど、見て、これも美味しそうだよね。これ琥珀糖かな。ありがとうございます。じゃーん、うんちっちアイスです。可愛くない。いただきます。ちょ、崩れちゃった。うん、ま、安定の美味しさ。今日はね、しなこちゃんいなかったね。お腹はいっぱい。帰るの？帰るよ。見て、優勝のトロフィー。去年ね、アルゼンチンが取ったトロフィーです。見て、メッシー。かっこいい。じゃあガチャガチャやります。メッシュメッシュあげるよ。アルゼンチン、ええ、メッシュ違うでしょ。え、でもすごくない。さあ、皆さん、メッシュじゃなかったけどアルゼンチンチームでした。すごい。渋谷に到着しました。渋谷は一番は麦わらスターと、ニューエラの帽子のお店見つけたいと思います。麦わらスターはいつも行ってるか場所わかるけど、帽子はどこだわかんないですね。ちょっと探します。着きました。待って、結構空いてる。前より、前映画やってた時期だったからめっちゃ混んでたんだよね。朝、中ね、撮影禁止なんで、あの、買ったら、まあ、ちょっと外で何買ったか見せますね。はい、お買い物してきました。ちょっとロミが欲しかったやつとかなかったから、でも見たことないね。クリアファイル見つけて、じゃーん、クリアファイル2枚セット。マジ可愛くない？これ専門学校で使おうと思って買いました。で、あと缶バッジを2個買いました。これランダムで全部100種類なの。まあ帰ったら開けたいと思います。ガチャガチャあったよね、ここ。見る？はい、じゃあお買い物もできて、ちょっとガチャガチャのね、動画も撮影できたから、じゃあ今からニューエラ帽子のお店に行ってきます。あ、あの、欲しい帽子あるといいんだけどね。行ってきます。ちょっと待ってね。多分ここです。多分合ってる。ここで、あ、地図あった。3階、3階行きます。ニューエラの帽子を買う。可愛くない？ちょっといろいろかぶってみないとわかんない。あ、でもいいの？うん、めっちゃ可愛い。どう？初めて。いいな、なんか白の方がいいかな、これ。なんか青。後ろは？これ。いいな。うん、はい、ロミの念願のニューエラの帽子買えました。決めたのはね、この黒の帽子です。
マジ可愛い。で、お父さんもね見たいお店とかあるらしいので、ちょっとまたねここら辺ブラブラしてお店見て回ります。そしたらもう帰りかな。はい、皆さん、ちょっとねお父さんがね寄りたいって言ってた秋葉原のヨドバシカメラに来ました。ちょっとちらって見たら、もう帰りたいと思います。ロッキーレイリック、カメラで見たら大丈夫だったんだけど、やっぱりね結構長いから、お昼前から3匹だけだから心配なので、これ終わったら帰ります。じゃあね、今日のお父さんとの久しぶりのデートはここまでということで、またねこんな感じ のデート動画とかお出かけ動画とか見たいよって思った方は、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。リクエストもどんどん書いてください。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you